統生態の平野です。ただ世界でただ一つの生態です。これだけ梅雨時にね、湿気がすごい中で、どうしてもね、水分調整がうまくいかずに、足がつるという人たちね、非常に多くなってきました。背中が重いだとかね、痛いだとか、そういったことにもつながっています。いつも私が言う、この皆さんの今の姿勢ですね、みぞおちをすごい潰して、この中にある腎臓をすごく潰していて、腎臓が元気にね、動けない状態を作ってしまっています。ぜひね、この姿勢をすごく良くして、腎臓はね、元気に活発に動けるようにね、してあげるといいのではないかという話です。